皆さんこんにちはレック東京リーガルマインド専任講師弁護士の竹山茂です本日は社会人からの予備試験学習法、えー、これを解説させていただきますまあ、社会人の方当然お仕事をやられてますで、お仕事をやりながらの予備試験合格これまず気になるのはどれくらいの期間がかかるのかこれが気になることでしょう え当然仕事をしながら予備試験合格を目指す場合は仕事以外の全てを勉強にささげたとしても2年はかかるえこの2年かかると思ってくださいあちょっと黒くなっちゃいますよねこの2年かかりますで要するに最低2年ですでもちろん司法試験の勉強したことがある方はこれより短い場合はございますしかしあの勉強したことない方法律触れたことない方あるいは法学部なんだけど まあ、法律そこそこやったけど司法試験の勉強までしたことないよって方は最短で2年そしてもう少しかかることもあると思ってくださいやっぱり長丁場の試験になります司法試験予備試験というのは難しい試験ですでも難しい資格だからこそ取ることに意味がございますじゃあ2年コースの勉強法どうなるかこれは学生の方向けの勉強法の、えー、動画見ていただいた方大体一緒です 2年コースの勉強法は。で、1年目は7法のインプットが中心になります。7法っていうのは憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法になります。えー、これがわからない方は、えー、私の他の動画の予備試験とはどういう試験かという動画をそこからご覧くださいね。で、それを見た後でこの動画を見てください。 で例えばレックなんかの予備校の入門講座を取っているならまずは講義を受けそして復習大事ですよ復習をしてください独学ならまあ仕方ないんでテキストを読んで理解していくで復習の方法はまずね必ず法律なんで条文があります条文をこまめに6歩で引いて、えー、条文を読みながらテキストを読んでまずは制度の概要を理解しますあの法律ってのはある意味制度を表したものです 例えば民事裁判、えー、裁判を起こすのがある意味弁護士の仕事ですよねでこの民事裁判っていうのは社会にあるシステム制度ですそういった制度が条文にどう書いてるのかこういった概要を理解する必要があります例えば民法に契約不適合責任という責任が規定されていますえこれどういったものか例えば、えー、皆様方が一戸個建てのマイホームを買ったとしましょうしかしながら 柱にシロアリがすくっていて柱がぐらぐらしているこれ飼い主としては売り主にふざけるな例えばお金返せとか家を直せとかいろんなことを言いたいですよねその責任飼い主が負う責任売り主が飼い主に追求する責任を契約不適合責任と言いますこれも一つの制度ですでちょっと脱線なんですけどなんか民法って自分たちの生活に役立ちそうですよねあるいはビジネスに 結構法律は役立ちます。なのでそういった意味でも、もちろんね、弁護士になる、裁判官になる、検察官になる、それも大事なんですけど、身近にも役に立つんだという意識で勉強していただきたいと思います。じゃあ次行きましょう。次に、論証というものを書けるようにしなければなりません。論証は、まさに受験用語です。論証って何かこれ、法律において解釈が分かれる点があります。これをまず論点と言います。例えばここに民法31個。 試験の共有は出生に始ままると書いてます難しく書いてますね試験。試験、私の権利って書いてます。権利だと考えてください。つまり、権利は生まれた時から持てるんだよということを書いた条文です。ただ、ここで、細かいいここことを考える人が出ててきますここ見てください頭の先だけ出たら権利を持てるのか、全部出てから権利を持てるのか、これ何言ってるかというと、赤ちゃんって出生する時に母体からね、 一気にスポーンって出てくることは非常に稀でまれ、あ、であるのか分かりませんそもそも徐々に出出出ててきますよね頭の先から出て最後全部出るつまり頭の先だけ出てる状態で権利を持てるのか全部出てから権利を持てるのかこんな細かいくだらないことを議論するのかって思った方でも法律っていうのはねいろんな社会問題ってあるんですよねいろんな問題の中にこういった例外的な事例って出てくるのできっちり決着をつけなければなりません で民法では全部露出説全部出てきたら権利を持てるというのが通説なんですけど論文式試験ではそれを理由をつけて述べなければなりませんそしてこの理由ってねもちろん現場で考えてもいいんですよでも現場で理由を考えると時間がかかるつまり論文式試験の現場で考えている時間はありませんなのでこの論点の所在結論理由付けこれをセットにしたものが論証と呼ばれるものです 料理と一緒で一から作ってると時間ないんですよ論文式試験も下ごしらえをして用意していかなきゃいけないんですその用意のパッケージが論証だと思ってくださいで論文の学者はこの論証を書けるようにすることから始まりますで論文式試験っていうのはどういう試験かというと具体的な事例をもとに例えば民法だったら誰が何を請求できるかお金請求できるのか物返せと言えるのかこれを聞いていきます で当然さっきのような制度の概要条文は知らなければなりませんただしこれだけじゃ足りなくて論点が出てくるので論証を書けないと論文の問題は解けません論証1からひねり出す時間はないんですそして論証は論文の答案のパーツ部品だと思ってください部品をあらかじめ用意していくその作業が論証を覚える論証を書けるようにすることです ですので論証をあらかじめ用意しこれはまあ予備校の講義なんかではついてきますそしてそれを覚えて書けるようにしておくことが重要になりますあの論証を書けるようにするというのは論証を配られます予備校なんかでは一言一個覚える必要はないんですよ同じようなことが書ければいいですただし似たようなことが書けなければならないので例えば論証を裏返しにして紙に書き出してみるこういった地道な勉強も必要になりますじゃあ今インプットの話でした1年目のアウトプットです 1>, 1年目はインプットが中心だが当然アウトプット問題演習ですよね問題演習もした方がいいですなぜかというと問題演習で記憶を定着させるずっとじーっとテキスト読んでるだけじゃったらなかなか頭に入りません問題を解くことによって、えー、頭にスッて入ってくることがありますあと問題を通して豊富な事例に触れるこれも大事になってきますあの法律の条文というのは極めて抽象的です しかしながら法律っていうのは現実問題具体的な事例を解決するために存在していますだから問題演習を触れ、えー、通じて事例に触れることも重要ですあと担当問題これね1年目でバリバリ解けるのはすごくいいことですでも大多数の方は解けないと思いますそんな場合どうするかというと問題と解説を読んでで言ってる意味が分分かれば十分ですそれくらい難しいんです ただ難しいから問題解けないから諦めないでくださいそうじゃなくて問題読んで分かんなかったら解説読むんですで言ってる意味が分かれば十分なんですそれは違った形で知識が頭に入ってくるからでさらに論文問題は問題と解答例を読んで論文の解き方が一番大事なのがこの論文の答案のイメージですね、えー、これを身につけていくことになります論文の答案のイメージがつけられれば、えー、非常にね論文は書きやすくなります論文の答案のイメージを作る ことを重視してくださいで2年目のアウトプットは2年目はしっかり問題を解くとということです2年目は担当式試験の問題と論文式試験の問題をきちんと自分で解いてみて解答例と見比べるそして問題演習で自分の弱点を確認しあこの点の理解が不十分だなと感じたらインプットのテキストに戻って確認をするということになります。で もちろん社会人の方、お忙しいんで三年以上かかる場合もあります。仕事の事情や家庭の事情で学習時間が思うように取れないこともあります。ただこれがね一ヶ月とか短期的事情なら二年コースを崩さない方がいいです。で逆に長期的な理由、例えば出産等で一年間学習を離れなければならない。それはいたし方がありません。一年間学習期間を延長します。ただしその間でも何とかね隙間時間を見つけて法律に触れておいた方がいいです。 そうじゃないと1年間空くとリセットされちゃうんですよ知識がなので1年間学習期間空けるとしても触れておいてくださいちょっとでも勉強しておいてください、えー、それでは本日は社会人の方向けの学習法を、えー、解説させていただきましたご清聴ありがとうございました